こんにちは、かあやんこと平郷りかやです。さて、アイビスペイント顔の描き方シリーズですが、前回の服の塗り方で一旦終了しました。この画面が一旦完成という形になっています。で、ここからは応用編というか透明感というのを最近私が学んだので、ぜひこれをやっていきたいと思います。このままでも全然可愛く描けたんでいいんですけど、でも巷で描いてる絵師さんたち、透明感パネなって思いませんか？少しでも近づけたら嬉しいですよね。ってことで、今回はこの完成した絵にもう一段階プラスして透明感をつけてみたいと思います。では早速やっていきます。前回まで描いた完成した女の子のイラストを用意します。これですね、これを用意します。で、この後もこのイラスト直すところが特にないなっていう場合は、一旦レイヤーを全部統合してしまいましょう。まだちょっと微調整するかもっていう場合は、レイヤーを統合すると微調整できなくなっちゃうんで、一旦レイヤーは統合せずに、女の子の、描いたパーツのレイヤー全てを一つのファイルに作って、その中に入れちゃってください。これはちょっと微調整するかもの状態になってます。この四角のプラスのところを、クリックして、で、フォルダーの追加というのを押して、フォルダーを追加したところにこのレイヤーを次々と詰め込んでいきました。で、今ちょっと余計なレイヤー入っちゃってるんですけど、このフォルダー1枚にまとまるととてもスッキリすると思います。はい、ではこのレイヤーを統合またはファイルに全てを突っ込んだ状態で始めたいと思います。はい、では新規レイヤーを追加します。新規追加したレイヤーを一番上に持っていきます。このレイヤーを、統合したレイヤーもしくは統合したファイルにグリッピングします。このレイヤーは今普通になってるんですけど、上山こちらにします。前回までの動画で私全部上山って言ってたんですけど、それは間違いで上山と読みます。はい、レイヤーを上山しました。そしたら、ブラシツールを選びます。ハードペンかこっちのソフトペンかでペンの大きさを大きくしましょう。これは塗りつぶすだけなので塗りつぶしツールでもいいんですけど、一応ペンで塗りつぶしていきたいと思います。塗りつぶす色は薄紫もしくは薄い青がおすすめです。これは、どんな絵にしたいか、最終的にどんな絵にしたいかにもよるんですけど、一応まあ透明感でよく使われるのがこの辺の色になります。一旦じゃあちょっと薄い青でやってみます。なんか違うなと思ったら、フィルターで簡単に変えられるので、この線が色変更っていうところで簡単に変えられるので、一旦ちょっとこの薄青で塗っていきます。はい、薄い青で塗るとこんな感じになります。はい、バーッと塗りつぶしたレイヤーが見えますか？こんな感じ でちょっと色が気に入らなかったなと思ったら、フィルターの、色調節のところの線が色変更で微調整をしていってください。あ、紫系だとこんな感じ、青系だとこんな感じですね。はい、こんな感じでちょっと薄いグレーがかった女の子になりました。ここから、明るくしたい部分を数箇所消しゴムで消していきます。消しゴムはフェードペンがおすすめです。消していく部分は、こういった鼻の頭のところやこういうとこですね。あとほっぺのこういうところですね。あと、凹凸を出すためにおでこのあたりもちょっと軽く明るくしていくのがいいと思います。で、この明るさを、入れるとき光源がどこから来てるかきちんと確認しましょう。いろんなとこから光が当たってると変な絵になっちゃうので気をつけてください。左側から光が当たっているとしたら、左側を多めにこのように、消しゴムツールで消して光を当ててあげて、で、反対側の光源が当たってない方は、反射光といって少しだけ光が当たる部分があるので、こんな感じでもう微妙にここを明るくしてあげると立体感が出ます。こういう境目があんまりくっきり
したくないところはエアブラシで適度にぼかしながら、影を作っていきましょう。はい、ざっくりなんですけどこんな感じで、影を入れていきました。で、影を入れてきたら今度は新しいレイヤーを追加します。クリッピングします。今度はこちらをスクリーンというモードに変えます。そしたら今度はまたベタ塗りなんですけど濃いめの青でちょっと塗っていきたいと思います。これも濃さは後から気に入らなかったら調整していったらいいと思います。塗っていきます。はい、こんな感じで淡い感じになりました。淡い感じになったら OK です。これだけでちょっと透明感感じますよね、少しだけ。今回はちょっと薄めにした方がいいのでこのくらいがいいですかね。透明感がありそうな濃さにしていきます。レイヤーを追加します。今度もグリッピングします。ブラシを G ペンハードに変えて細いペンにします。今ふわっとした雰囲気になってるんですけどちょっと淡い感じで線が見えづらくなったので強調させたいとこだけ線を追加で描いていきます。はい、こんな感じでちょっと顔周りだけ、別レイヤーで線を描き足してみました。次にまたレイヤーを追加します。今度は、普通にレイヤーを追加するのではなくこの四角いプラスマークを選択します。で、これで一番下の全結合を追加というのを押します。そうすると表示されているレイヤーすべてが統合されたレイヤーが1個出てきます。この、新しく出てきたレイヤーにフィルターをかけます。フィルターを選択してぼかしというところを押します。そしてガウスぼかしというのを選びます。これはボケ具合を最大にして使います。で、このままだとちょっと見づらいのでレイヤーの透明度を少し下げます。女の子がぼやっとして見えるようになりましたね。ここからまたフィルターを選択します。色調整から、色相サイドメイドを選択します。はい、ガラッと色が変わりました。さっきの女の子に近い色でサイドがちょっと高めの色を選びましょう。やりすぎないように自然なサイドでやるのがコツです。はい、ちょっとサイドが上がりましたか。はい、このレイヤーでしたことは、ふわっとした雰囲気を出すための作業でした。女の子の色が鮮やかになって周りがふわっとした感じになりましたね。次に新規レイヤーを追加します。また四角いプラスボタンを押します。そしてまた全結合追加を押します。さっきのレイヤーも含め全てのレイヤーが結合されてできます。今度はこのレイヤーをソフトライトにして選択します。ちょびっと明るくなりました。わかりますか？少し明るくなりましたね。さらにこのソフトライトのレイヤーでフィルターを選択してぼかしを選択します。この中からアンシャープマスクを選択します。はい、そうするとくっきりと線が出てきます。この中からくっきりしすぎずかといってぼやっとしすぎずのちょうどいい塩梅の、ところを探して調整します。ここでさっき描いた、線画のレイヤーが生きてくるわけです。こんな感じで描き込んだ感がめっちゃこれ出ます。
さっき顔周りだけやったんですけど、この辺の髪の毛とかもやると結構効果的に出てきます。書き込んでないのに書き込んだ感っていうのも絵を描く上で大切なところです。はい、書き込み具合が上がったところで次に仕上げに入ります。レイヤーを追加します。ここは加算発光を選びます。エアブラシを選択します。加算発光覚えてますか？めっちゃピカーってなるやつです。これで顔周りを一旦発光させたいと思います。顔周りはちょっと赤っぽい茶色っぽい色を選びます。そしてエアブラシでちょんちょんとほっぺのあたりとかおでことか首元とかほんのわずかに塗っていきます。ちょっとわかるかわからないくらいなんですけど、顔周りが明るくなりました。赤茶っぽいのを使うと赤みのある、発光をします。どうでしょう。次に髪のツヤ部分とか制服とか服とかの、明るい部分も発光させていきます。失敗したら困るので追加レイヤーをします。加算発光にします。髪の毛の部分は黄色の明るい色でエアブラシでちょんちょんとまたやっていきます。黄色は結構目立つので少し弱めに。この目の周り、これもやった方がいいですね。はい、どうでしょうか。透明感出たでしょうか。これで背景とかも入れてみるとまた違った感じで透明感が演出できます。背景白抜きでもちょっとプリズムとか入れるといい感じに日差しを感じるような絵になります。プリズムも入れてみましょう。プリズムは下の方にあります。これですね、プリズムのかけら。こんな感じで虹色のが出ます。加算発光にするとこんな感じで白抜きになります。こういうのをこうやってこんな感じで光源の方にシュバババババッと入れて、ちょっとかかりすぎたところはエアブラシで削っていったりします。背景入れるとこんな感じだったりしますね。ちょっと背景と色合わないなっていう場合は、まあ、背景を描いてから定山で色を合わせてからさっきの工程をやっていくといいと思います。はい、いかがだったでしょうか。透明感出ましたか。背景を入れたり白抜き背景でちょっとプリズムを入れるとかでもいい感じに仕上がります。イラスト結構できたけどなんか透明感足りないなっていう時はぜひこちらを試してみてください。それでは今回はここまでです。さよならー。